新町に関して、平成14年から17年余り、自治会から北地区住民の方、また他地区の方にもご協力をいただきまして、今に至ります。新町できました。この場をもってあそこを呼んで申し上げます。ありがとうございます。また新町政策につきましては、保存会の皆様、英和会青年団の方に多大なご協力をいただきまして、ありがとうございます。これをもって挨拶に変えたり感謝です。ご連絡も続きまして、保存会会長よりご挨拶いただきます。竹渡元会長、よろしくお願いします。ありがとうございます。櫓の方なんですけども、これもね、綺麗になりました。でこの櫓もやる時にいろいろの、ね、話出たんですけども、みんなでできるだけ自分たちでしようということで、できるだけ業者の方入れずにこれやってみました。でね、休みの日にみんな出てきてもらって、ほころみなみになりながら、もうずっと櫓に関わってきたんですけども、その時ね、やっぱりみんな笑顔で、ずっとね、櫓を関わってきたことが、ものすごく僕の中で印象に残っています。もうすごい思い出になっております。それと本幕の方ですけども、各団体の方から、ね、代表を出していただきまして、京都の方へ、また滋賀の方へ、出向き、また京都の方からこちらの方へ来ていただいて、いろいろと何回も何回も打ち合わせをして、この本幕ができました。で素晴らしい本幕ができたと思っています。ありがとうございます。それでね、ほんまやったら一番残念なのが今年、まあコロナということで栄光できなかったんですけども、来年こそはこの櫓と本幕を持って栄光していきたいなと思っています。それでこの櫓をね、後世に残すためにも、今後また40周年、50周年を迎え入れて、このままの状態でなるべくだけ大切にまた保存して、栄光して後世に残していただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
はい、続きまして、今回の、30周年にあたり、新調また、修復等ですね、関わっていただいた方々を、ご紹介させていただきます。まず、矢倉の、修復に、関わっていただきました、岡川組様、織物修復で、木彫白井様、大草製作で、千の屋様、矢倉の宅洗いで中西美装店様、矢倉部屋外装工事で上村ブリキ店様、矢倉部屋の、鉄骨塗装で中谷塗装様、装飾金物一式で森俊介様、矢倉部屋製扉製作および、本幕の、収納箱の製作石本大輔様、本幕製作、京美刺繍工芸様、泥幕製作、潜伏園様、以上ご紹介させていただきました。この中で、代表いたしまして、京美刺繍工芸様の方に、感謝状の贈呈を行いたいと思います。自治会長よろしくお願いします。感謝状、京美刺繍工芸との貴殿は西鳥取北地区における矢倉本幕の新調に際し優秀なる匠の技術をもって誠心誠意本幕の完成に尽力されました。本日ここにお披露目式を迎えにあたりその功績をたて感謝の意を表します。令和2年10月吉日西鳥取地区自治会ありがとうございます。この式でどうしよう。京都の京美刺繍工芸の片岡と申します。今日はおめでたい日にお呼ばれいただきましてありがとうございました。先ほどからお話しされましたように本幕を、初めてこちらの町内の方からご依頼いただきまして、係の方と、ああやこうやといろいろ考えながら、相談しながら作らせていただきました。渾身の作品だと思ってますのでまた今後長く伝えていっていただければ幸せと思います。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。次に、乾杯を行いたいと思います。乾杯予定。はい、よろしいですかね。それでは、乾杯の発声を、北地区富士子総代、木村俊弘様よろしくお願いします。こんにちは。ご指名を受けまして本日申し上げます。本当に矢倉部屋も綺麗になり矢倉も美しくなり今日本幕が出来上がりこれもひとえに北地区の皆様方のご協力と保存会はじめとする矢倉に関わりました皆様方のご尽力によりましたたまものと、感謝いたします。それでは、この喜びを皆様と一緒に祝杯をあげたいと思います。まず、今年はまあコロナで中止になりましたが来年から以来英語に続きます矢倉のお祭り、それの安全な栄光とそれから矢倉のとともに生活しておられますこの地区の皆様方並びに本日ご参集の皆様方の、ご健康と、ご多幸を祈念いたしまして乾杯いたします。ご唱和ください。乾杯。はい。
ね。